話の続きにというか、まあ、あの第2部はですね、あの前半ですね、ちょっとあの僕はなんとなくあの少し飛ばしすぎたなという気がしてですね、あの後半、ややペースダウンをしてですね、あの少しは真面目な話もですねしなければ、仮にもですね、あのこの演台の上に座っているからにはですね、少しあの真面目な話もしたいと思うんですが、今後ろにですね、画面を映しております、村上春樹と鈴宮春妃の意外な関係というそのタイトルで映しておりますが、まあ、つまりはですね、この本、春樹と春妃という本を書いた時に、テーマにしたのがその、村上春樹と鈴宮春妃の意外な関係ということなんですよね。で、全然ですね、あの関係ないはずなんですよ。と言いますのは、村上春樹さんは、まあ、僕長いことあの村上春樹さん の研究をして、まあ、いくつか本も書きましたけれども、アニメは見ないとおっしゃっているので、まあまあ、多分見てないんだろうと思います。アニメは見ないので鈴宮春妃も多分見てないはずです。で、ライトノベルは読まないとは言ってないので、読んでいる可能性はなきにしもあらずですが、でも読んでないだろうなと僕は思うんですね。で、でもですね、不思議なことに、偶然の一致のような形でですね、2011年3.11を、挟んでですね、村上春樹さんの作品1984が、まあ、非常にブームになりましたけれども、それとほぼ同時進行でですね、鈴宮春妃の驚愕も、ミリオンセラーになっているんですよね。で、全く接点がないはずの2つの作品ですが、奇妙な共通項があるという、まあ、そういうところを、まあ、少し突っ込んで書いたのが、まあ、この本です。で、だから、まあ、偶然の一に近いわけですよね。いわゆる共時性というね、不思議な感応を起こしているわけなんですけれども、あ、さあ、そうだ、忘れてました。ちょっとですね、今日は、ちょっと嫁をですね、連れてきておるのでですね、ちょっと嫁にも登場いただかねばならぬということでですね、まあ、これ前もやりましたけどね、私の嫁ということで、ちょっとご紹介したいと思います。知ってますよね、佐々木、名前は不明さんが、まあ、一応私の嫁というね、まあ、そんな感じでやっておるわけなんですが、下の名前は明らかになっていないので、まあ、そうとしか言いようがないんですけれども、これが、佐々木という、これね、鈴宮春の驚愕のその前後の、その表紙はですね、このように、春日とその佐々木が、セットになって、表紙になっております。でですね、多分ですね、佐々木推しだっていう人は少ないんじゃないかと思うんですね。別に、特に問い合わせたわけじゃないのでわからないんですけど、春日推しだっていう、いや違う、春日推しじゃないですね、やっぱり、全国にはやっぱり長門推しだっていうね、絶対的なニーズがあると思うんです。で、みくるちゃん推しだっていうね、これも、ニーズがすごくあると思うんですね。で、主役のくせにですね、ややその2人に押されるような形で、その春日推しっていうのもあると思います。ちょっと分かんないです。三人娘と言われますけれども、その春日、長門ゆき、朝比奈みくるの3人娘の中では、その人気が非常にこう拮抗してるんじゃないかと思うんですが、完全なゲストキャラですので、この佐々木、これはですね、やっぱりその推す人は、まあ、基本的にはそのアニメには登場しておりませんので、原作のね、鈴宮春妃の分裂驚愕のその3冊を読んだ人でないと知らないはずなんです。で、このキャラをあえてですね、推すっていう人はちょっとまあ少ないかなと思います。で、まあ、それなぜですね、その佐々木推しなのかみたいな、そういうところもこの本の中には、書いております。
まあ、そんな感じで春樹と春日というこの本を書きながら、まあ、非常にこう僕自身がですね、こう、鈴宮春日の世界に改めて、まあ、深く入っていったようなそういう、まあ、時期がありました。でさて後ろのですね画面に映しております、鈴宮春日の退屈の表紙永田由紀ちゃんですが、その左にですね、おるこの、イラストは一体何かと言いますと、これが、村上春樹の、作品の中に登場する、双子の少女のイラストなんですね。でこれは、漫画家のですね佐々木真希さんが、イラストを担当した絵本の、その中のイラストです。で永田由紀とその村上春樹の描いたその双子の美少女、全くの関係もないんですが、奇妙なですねその共通点が、あるんですよね。で、まあ、そういうふうな話を少しですね後半真面目にしたいと思っておりますが、ですねちょっとはい、さて、まずですね、村上春樹の作品とその鈴宮春日の作品世界との最大の共通点は、これはもう疑問の余地がないんですけれども、どっちも作者が西宮の育ちであって、宿河流域のその育ちなんですよね。でそこでまあ作品の中に宿河その宿川沿いの風景、あるいはこの写真の奥の方にですね見えております山が兜山、西宮のまあシンボル的な山ですけれども、つまり作品の中に描かれるんですね。やはりその作家というものは自分 その慣れ親しんだ風景というのをどうしてもその作品の中についつい描いてしまうものであって、まあ意識的でないにしても描いてるんですよね。で下にも書きましたように宿川からずっとこう兜山に至るこの風景は、村上春樹作品とその谷川永の、鈴宮春樹の世界に共通しております。でつまり最も共通してる、間違いなく共通してるのは兜山ですよね。で兜山っていうのは鈴宮春日の中では、鶴屋さんの鶴屋家のですね持ってる山として登場しておるわけなんですけれども、この兜山はですね、実際の位置関係もほぼ北高との位置関係で描かれているように見受けられますが、アニメの方になるとですね結構何度も登場しますよね。特に文化祭 の映画撮影のあたりではずっとですね、兜山で撮影をしていることになっておりますので、その非常に縁が深い風景になるわけですが、村上春樹も兜山らしい山を作品の中に描いているわけなんですね。でまあ、そんなわけで、2人共通する風景ということになるんですが、ここでですね、不思議な符号がありまして、まあ、つまり2人ともですね、村上春樹もその谷川永さんも、西宮の育ちですけれども、共にですねその阪神・淡路大震災に大きな影響を受けて作品を書いているという、そういう共通項もあります。さあそれでちょっとこれはですね写真がですねちょっとあんまり大きな声では言えません。アニメに登場した歩道橋がありまして、キョン君と小泉がですね、小泉君がですね、語り合う歩道橋がありますが、その上から撮った写真です。でこれもですねしょっちゅう通学風景に出てくるその道筋ですね、その歩道橋の下の道路の、道沿いです。でこの歩道橋の上はですね、まあ、こんな感じで、この歩道橋はですね実のところこの歩道橋を渡って、ちらっとグラウンドが見えているんですけれども、小学校がありまして、谷川永さんがこの歩道橋を通っ
って、通った道なんですね。まあ、要するに小学校へ通うその通学路であったのがこの歩道橋なのです。で、まあ、小学校のこれは門ですけれども、同じくですね、そのすぐ隣り合っているグラウンドがありまして、こっちは中学校のグラウンドで、これは例の、中1春日がですね、中学1年生の時の春日が、謎の絵文字をですねグラウンドに、書いたグラウンドですね。で実はキョンが書かされたということになるわけですけれども、そのグラウンドのモデルに描かれているこのグラウンド、上ヶ原中学のグラウンドであったり、校門であったりするわけですが、まあ、これも要するに谷川流さんの通った学校の風景が、この辺りには広がっていて、まあ、そこが要するにさっき言いましたようにそのアニメの制作の時のロケ班で、その辺をずっとロケ班したわけですよね。で、まあ、そんな感じで、まあ、これも見慣れたアニメの中にね登場する風景ですが、こういう風景も出てきます。いや出てきますというかあります。でちょっと小さくしましたけどね、キョンの家のモデルとかねありました。はい、まあ、そんな感じでちょっとさらっといきますが、さてですね、奇妙な共通点その2はですね文体にあります。鈴宮春日の憂鬱シリーズの文体は基本的にはキョン君の一人語りで、そして一人語りはですね、まあ、私が名付けるところのですねそのぼやき系一人語りという、まあ、そういう感じです。一人称の、語りなんですが、まあ、基本的にはそのぼやき系の語りで、標準語で、まあ、語られております。で村上春樹の初期の、作品なんかはほとんどですねその、一人語り標準語一人語りで、ちょっとぼやき系の入ったそういう、まあ、非常に文体に共通点があります。で、まあ、もちろんですねそれは当然のことであって、村上春樹の文体っていうのはもう村上春樹以後の作家にですね決定的に影響を与えていることがあってですね。で当然谷川流さんもですね村上春樹を読んで、文体に影響を受けているとおぼしき節があります。で、その証拠にですね、これも有名なやつですが長戸由紀の100冊というのがありまして、これは鈴宮春シリーズを連載していたそのスニーカー、雑誌のスニーカーが作った付録ですけれどもね、長戸由紀の100冊つまり長戸由紀が選んだ100冊というそのブックリストがあるんですね。でそのブックリストの中にはちゃんと村上春樹も入っているし、要所要所でですね、まあ、わざとらしくですね、長戸由紀が村上春樹のハードカバーのですね、世界の終わりとハードボイルドワンダーランドをなぜか読んでいるというですねそういう場面もあったりするわけですね。でそのこれはですね西宮の、私立鳴門図書館というところがですね長戸由紀の本棚といって、その100冊のリストを、図書館にあるその在庫蔵書をですね借り集めて再現したものですけれども、まあ、かなり忠実に再現されておりました。で例えばこんな感じですね、青行き過ぎた まあ、長戸由紀といえばやはりあしまった落ちましたちょっと失礼この使ってる機械がですね、iPad 初号機なもんですからもうそろそろですねキーノートも調子が時々ねご機嫌を損ねるところがはい、ということで、まあ、長戸由紀が選ぶ本棚の、まあ、代表的なあれですよね、ハイペリオン、キョン君にね貸して、中西織のメッセージがというあれですね。であるとか、ダンスダンスダンス村上春樹の小説もリストに入っておりますということで、お見せしました。まあ、そんなわけで、間違いなく
谷川流さんが村上春樹の文体から何らかの影響を受けているのはまあ間違いないところです。でですね、奇妙な共通点のその3番目としましてですね、キャラクターの共通点というのがあるんですね。不思議な共通点があります。で、まあ、ちょっといろいろ書いてるんですが、まあ、この辺はちょっと、すっ飛ばしましてですね飛ばしすぎた失礼。キャラクターというのはこの頃ですね、ちょっと悩みの種なんですね。で、何が悩みの種かというとですね、小説を書くにあたってですね、いや僕はこういう評論的な本と小説の方と、まあ、2本立てでやっておるんですが、まあ、ちょっと小説の方はですね、まだヒット作に恵まれておりませんで、メジャーではありませんが、プロットをですね、プロットって分かりますかね、小説を出そうという時に、まず最初に編集の方と話し合うとですね、プロットを作るんですね。で、小説の、まあ、要するに筋書きと設定と、まあ、テーマのようなそういったものを、まあ、まとめてプロットとこの頃言いますけれども、大抵 の、 その編集者の方はですね、キャラクターにこだわるわけです。で、こういう風なキャラクターを出してくれとかね、なんか要するにキャラクターを必要としているんですよね。こういう風なキャラクターを出せばきっと売れるだろうみたいな、なんかそういうのがあってですね、いやちょっとそういうのあんまり思いつかないんだけどってこう言いたくなるような、まあ、そういう注文を言ったりしはるんですよね。で、小説を書くときにキャラクターから先考えるだろうかどうだろうかみたいなね、そういうことがあるんです。まあ、それは漫画の場合はですねちょっと違うかもしれませんね。漫画の場合は先にキャラクターがあり、それからストーリーを組み立てるということかもしれません。で、小説の場合はですね、先にキャラクターがあってそれからストーリーが出来上がるという場合もそれはあるんですけれども、そうじゃない場合もあるっていうか、まあ、どっちかっていうとそうじゃない場合の方が昔は多かったのではないかなという、まあ、そういうふうに思うんですね。まあ、まず要するにストーリーがあり、そのストーリーにこうキャラクターがこう登場すると。まあ、そんなわけで、キャラクターということを少しですね考えると、小説のキャラクターっていうのが日本の小説で、非常にこう突出してですね、そのいわゆるキャラ立ち、ビンビンのキャラ立ちを持ってですね登場してくるのはどうもその村上春樹あたりからではないのかなというふうに僕は考えているんですね。と言いますのはちょっと村上春樹以前というのが、まあ皆さんそのお読みであるかどうかは分からないんですけれども、ものすごくそのキャラ立ちしているその小説っていうのが、それほど多くはなかったように思えます。ただしですね、古今の名作はまた違いますよね。夏目漱石の心であるとかですね、坊ちゃんであるとか、名作はまた話は別ですが、まあ、村上春樹の小説には非常にキャラクターが立っている場合が多いように思うんですね。特に、特徴的なのが、なぜかですね、その村上春樹の小説のキャラクターは、イラスト付きなんですね。で、このイラスト付きっていうところがミソで、これは間違いなくですね、純文学っていうか、要するに普通の一般的な小説で、登場人物、つまりキャラクターのイラスト付きの小説とかいうのはあんまりなかったです。イラストですよ、挿絵じゃありません。もちろん小説には挿絵というのは昔からついていますけれども、このキャラクターのイラストはこれだとかいうのがですね、その小説の中に出てくるのはその村上春樹より前にはほとんどなかったように思うんですね。で、それがまあこれですよ。これですよって、これはイラストね。つまり村上春樹の小説のこれ一番最初のデビュー作なんですけれども、風の歌を聴けというデビュー作で、すでにこういう T シャツのイラストがですね登場します。
でこれはあのイラストをどうやらあの作者自身が描いたようで、一応あのそういうことになっています。誰か代わりに描いた可能性はありますけれども、あのこのあのこれラジオのですね、そのリクエストを、それであのもらった T シャツっていうね、そのこの T シャツの絵を載せてるんですね。でこういうふうなあのいやどう見てもですね、これはあの、イラストレーターがですねちゃんとあの描いた絵とはとても思えない、あのわざと下手に描いたのか、あの妙なですね、あの下手馬なあのイラストですけど、ちょっと味のあるですね下手馬な T シャツのイラストですが、まあ、こんなのがですね載ってる、文学作品っていうのは、まあ、あんまりそれまでなかったように思いますね。で極めつけがこいつですよ。これはですね、何かと言いますと、村上春樹の、代表作の一つである、羊をめぐる冒険という、小説があります。でその羊をめぐる冒険に登場するですね謎の、羊男というのが、不思議なキャラクターが登場するんですね。でこれね、そのいや僕はその村上春樹が、基本的に愛読者ですし、まあ、あの研究もしてるわけなんですが、村上春樹というのはね、あの不思議なその先を見通すその神通力を持っておりまして、この羊男はね、要するにこいつはふなっしーですよ。いや本当にあの冗談じゃなくてね、これふなっしーの先取りなんですよ。これ変なやつでね、要するに羊の着ぐるみをかぶっとるんですね。で自分は羊男だって自分で言ってるんですね。誰なんやお前みたいな話ですけれども、自分で羊男って、名乗ってですね、その羊の着ぐるみをかぶってなんか羊のつもりになってるんですよ。でしかもその着ぐるみがね手作りなんですこれね。だからこれはね、ミッキーの、ね、着ぐるみとはわけが違うんですね。手作りの羊の着ぐるみ、まあ、フナッシーも一応あれ手作りでしょ。どこでどう作られたか知りませんけど、そして、歌も好きなんですね。この羊男残念ながら歌いませんけど、歌も好きで踊りも好きでみたいなね、もう完全にフナッシーやなみたいな話なんですけれども、まあ、これは羊をめぐる冒険を書かれた時にはもちろんフナッシーは影も形もありませんので、まあ、村上春樹なんか知らんけどフナッシーをこう、ね、予告してしまったんですね。まあ、あるいはその逆にフナッシーの、ね、こうイリュージョンの中にですね、こう、村上春樹が参考にされているのかもしれません。意外な影響力をですね、その村上春樹の小説は持っていて、もうこの頃あんまり出てきはりませんけど、加納姉妹っていうのがいましたよね。加納姉妹っていうのは、あれは村上春樹を参考にして、ね、つまり村上春樹の小説に出てくる、姉妹を参考にして、ああいうキャラを作り上げたんだそうですよ。まあ、そんな風に羊男もまあフナッシーの原型になったのかもしれません。まあ、そんな風に、小説の中にこんな、これは一応村上春樹が自分で書いたということになってて、わざとらしく春っていうね、こう、サインまでわざとらしく入ってますが、下手馬なこんなイラストをですね、その文学作品に登場させたのは村上春樹ぐらいしかちょっと思いつかないですよね。でイラストレーターの手にかかるとさっきの羊男がこんな風に可愛くなっちゃうのが、これが羊男をね、正体ですけど、この羊男がですね、佐々木真希さんの手にかかるとこういう可愛いですね羊ちゃんになっちゃうんですよね。ドーナツ食べてますけど、まあつまり小説の中に登場した羊男がこの絵本ではもう完全にキャラクター化されております。そして登場するのがこの双子ちゃんですね。で双子ちゃんはですね、これは小説の中に登場するその双子なんです。で名前がなくてですね、208と209というね、そういう数字で呼ばれる、まあ、謎の双子が登場します。で、まあ、それがですね非常に長門幸っぽいんですね。長門幸っぽいというとあれかもしれません、見た目はちょっとね全然似てませんけど、何が長門幸っぽいかっていうとですね、
非常に電波です。あの電波系、つまりあの今、電波系と言われるあのキャラクター類型のですね、小説におけるその、まあ、原型だろうと思われます。あのこの村上春樹の描いた双子はちょっとあの特殊な、超自然的なあの感覚の持ち主で、で喋ることもいちいちなんか電波っぽいんですね。で、語り手の、主人公の僕が、まあ、その双子の面倒を見ているわけなんですが、なんか、いちいちその電波的発言にですね付き合ってあげているわけです。そういう関係も、つまり、電波系キャラの女の子にその、面倒くさがりながらも付き合ってあげるそのぼやき系の一人称語りっていう、まあ、それもまさしく鈴宮春日の中に描かれているそのキョン君と、長戸のこの立ち位置ですね、まあ、それに非常に近いというふうに見えます。で、まあ、そういうふうな、村上春樹に出てくるそのキャラクターとその鈴宮春日のキャラクターとの共通点みたいなことも、この春樹と春日の本の中で、まあ、書きました。で、さあそこでですね、ちょっと皆さん、そろそろですね、頭も働かせていただこうかなと思ってお聞きしたいわけです。これは鈴宮春日ですね。春日はツンデレの、キャラなんですかね。なんかその辺ね、こう鈴宮春日のキャラの類型っていうのはちょっと、いろいろ意見があるみたいで、はっきりとこうツンデレのキャラであるっていうふうに認定されているのかどうかちょっと自信はないんですけどね。鈴宮春日って、いわゆるそのツンデレキャラの、典型的に、まあ、要するに鈴宮春日ってツンデレ系だと思われますか？春日はツンデレだなっていうのを賛成の方はどのぐらいいらっしゃいますか？春日はツンデレ、いや、そもそもツンデレの意味がわからない方は どのぐらいいらっしゃるんですか？大丈夫ですか？ツンデレわかります？はい、春日はまあツンデレじゃないよっていう方は、いや、その辺は何人かいらっしゃる。はい、というふうにですね、鈴宮春日はツンデレだというふうにも見えるし、でもツンデレじゃないふうにも見える。で、これはですね、なぜかっていうことなんですが、鈴宮春日はですね、その作品の中で、どんどんこう変わっていくんですね。成長していくと言っていいのかどうかはちょっとあれですけれども、キャラがだんだん変わっていっています、間違いなく。で、そのキャラの変化は、つまり最初はですね、完璧ツンデレだったはずなんですけれども、いや、あるいはですね、逆にだんだんツンデレになっていったというふうにも考えられますが、初期の、いや、初期じゃなくてアニメ第1期の、つまり、SOS 団を立ち上げてそのしばらくの間はですね、鈴宮春日はツンデレキャラであるよりはむしろ、暴走系、ですよね。暴走系というか、非常にこう痛い系の、まあ、キャラクターですよね。で、非常にこう迷惑な、まあ、でも憎めないみたいなね、がそれがですね、だんだんそのツンデレキャラに変化していきます。で、もうそれはもう完全に明らかです。で、ですね、ちょっと積み上げたものの発掘できないんですけど、要は鈴宮春日の憂鬱第1巻の中で、最初に登場した非常に不機嫌な春日がですね、だんだんキョンと、心を通わしていく中で、ツンデレキャラに変わっていくその変化っていうのが第1巻のその小説の中には、まあ、明らかにこう描かれていきますね。なのでアニメも第1巻の終わりで一旦アニメもそこで本当は終わるんですよ。
作品としては涼宮ハルヒの憂鬱の第一巻で話は本当は完結するんですね。で、まあ、つまりあの閉鎖空間の中に閉じ込められた2人がキョンとハルヒがですね、キスをしてこうこちらの世界へ戻ってくるそのエンディングで本当はまあ話としては一旦そこで終わってるはずなんですね。で、まあ、ハルヒというキャラクターも、それでまあ、心が開かれていくんだけども、でもやっぱりツンデレだというそういうポニーテールにしている描写ですとか、非常に巧みなツンデレの描き方をしていると思うんですけれども、まあ、要するに涼宮ハルヒというヒロインのその描き方が、小説の中では最初でもうほぼ描き尽くされている部分があります。であとはですね、それを繰り返し繰り返し同じパターンをですねこうなぞるわけですね。で、そのままではいかんので、あとはですねどっちかっていうとサブキャラクターであった長門由紀が主役級に成長してきますし、朝比奈未来も謎めいたその謎の背景というのがだんだんミステリアスな部分がだんだん明らかになってくるという、だから春日そのものは最初の憂鬱の中でこう成長して、そしてほぼ完成されまして、あとはもう同じことを繰り返しているだけになっていきます。まあそんな感じがあるんですよね。だから涼宮ハルヒは本当に成長するキャラクターの、その見事な例ではないかと思うんですね。でそういうあたりが逆にそのつかみどころがややつかみにくいっていうね、そういう見方もできるかもしれません。いろんな顔のハルヒが、アニメの中には描かれていきますので、ちょっとつかみどころのねつかみにくいキャラクターだっていうふうにこう思う人もいるかもしれませんね。でまあそれ以前にですね、あの迷惑なあれが嫌だっていうね、そういう最初からその嫌いっていう人もいるかもしれませんが、それに対してですね、失礼、これはですねそれに対してじゃなくてちょっと言い忘れましたけど、これ無許可ですのでちょっと一般に引っ込めます。無許可、ですが平野綾さんのですねホームページに写真がアップされてて、それをちょっと借りましたが、涼宮ハルヒというキャラクターの難しくなってる一つの理由にはですね、小説の涼宮ハルヒとアニメの涼宮ハルヒはですねかなり違うっていうことです。アニメの涼宮ハルヒはよくも悪くも平野綾さんの、イメージが固まっていますので、で全くですね違う人が新たにそのハルヒを演じればまたイメージがより原作に近くなるという可能性もありますが、小説の方の涼宮ハルヒのイメージとその平野綾さん演じるその涼宮ハルヒのイメージはかなり隔たっていると僕は感じますね。小説の方の涼宮ハルヒはもっと振幅が激しいですね。で平野綾さんも確かに演技で非常にこう振幅の激しい演技をしていますけれども、どういうんですかね、小説の方の春日はおそらくもっと鬱なんですよ。で、まあ、タイトルが、まあ、涼宮ハルヒの憂鬱で、その通りなんですけども、もっと鬱だったように描かれています。で要するにめっちゃその一人こうドヨーンとですね、孤立している、鬱な女の子のように描かれているわけですよね。だから、平野綾さんの春日イメージとこう小説のイメージはまたちょっと違う、ただですね、まあ、僕は基本的にはその平野綾さんも、大変ファンですので、平野綾演じるその涼宮春日をまあ支持しておりますけれども、まあ、でも多分ですね、次、アニメがさらにですね春日のアニメがあるとして、まあ、平野綾さんが演じるかどうかは、まあ、ちょっとそれはまた別問題ですね。で、まあ、今はどっちかっていうとそのミュージカル
であるとかですね、そのタレント活動の方にメインを置いているように、まあ、要するにシンガーとしてですね活躍をしていっているように見えます。さあそれでですね、まあ鈴宮春妃が、まあ、ツンデレキャラであると仮定してですね、村上春樹のそのキャラクターにも、典型的なそのツンデレのその人が出てくるんですね。でいやまあ順番から言うとですね、村上春樹の方が先です。だからこのツンデレキャラっていう言葉は当時はありませんでしたけれども、あの村上春樹の描く女性のヒロインの、特徴の一つが、まあ、ツンデレであるということですよね。でまあそれはちょっとこれは村上春樹の小説をお読みになれば、あこれはツンデレやわみたいなね感じでお分かりになると思います。さあそれでですね、まあ、ちょっと長藤由紀さんに関して僕がですねあれこれ言うとなんかいろいろ厳しいご意見を頂戴しそうな気もしますが、まあ、あえてそこをですねこう突っ込みたいんですが、長藤由紀はこれはですね原型があるのは明らかですよね。でそもそも人間じゃないし、でその人工的に、まあ、人工というか、まあ別の生命体が作ったわけですけども、人造人間であるという点でも、まあ典型的な過去 の, その人造美女 の, その系列にあるわけですよね。で見た目がですね、これも2チャンネルでしょっちゅうなんか出てくる話ですけれども、エヴァンゲリオン の, その綾波レイを意識して描かれているというふうにやはり皆さん言いますよね。で多分その辺はですね別に明らかにまあ意識はしてると思うんですね。で、まあ、谷川流さんがその小説を書いた時点ではもうすでにエヴァンゲリオンというのはほぼ教養の一つになっているようなねそういう時代ですので、その綾波レイというそのキャラクターが長藤由紀にこう反映しているのは、まあ、ほぼそれはもう当然というべきところですけれど、まあ、それはそれとしてですね、なんかその長門幸の場合もこれも失礼、つまり長門幸の場合はですねだんだんこれも変化してきますよね。先ほど言いましたようにその鈴宮春妃が第一巻で、すっかりその成長したように長門幸の場合も最初は今これは成長というのかなんていうのか分かんないです。データがねだんだん蓄積されて、反応が良くなってきたみたいなねそういう機械的なことなのかもしれませんし、どうも、だんだん変わってきますよね。でその表情の変化とかいうのがあってですね、その長友の表情の変化をこう読み取れるのはキョンだけだと思っていたら小泉も気づいていたのかみたいなねなんかそういうやり取りがあったりして、だんだんですねその表情を少し出すようにあるいはその感情表現も少し出てくるようになってくる。でこれね、もう明らかにその原型がありますね。その SF 作品 の, その古典的名作であるそのブレードランナー、フィリップ・K・ディックのですねその原作で、レプリカントというですねそのアンドロイド の, その人造人間たちが、登場しまして、でその人造人間にもその感情があるんだみたいな、そういう、描写が描かれるわけですよね。でだんだんその感情が芽生えてくるみたいなね、人造人間だけどだんだん感情が芽生えてくるみたいな、まあ、要するに、非常にこう古い昔からあるテーマです。で長門幸もこれもやっぱり、その系列にあるのはまあ間違いないですよね。だんだんその人間的になってくると。で、まあ、その、 系列にあるわけですが、まあ、もうこれ本当に古くてですね、まあ、ただ、村上春樹が描いているその女性キャラクターの中にもそれに対応するものが登場します。これね本当に不思議なんですけども、1984を、まあ、もしお読みになっていれば1984に登場した変な美少女が無口な美少女がおってですね、完全にその長門幸
であったり、綾波レイであったり、そういうアニメのキャラクター的な、無口なんで少女が登場しますけれども、それも、村上春樹は、アニメ見てないって言ってるので、真似したんじゃないんでしょうけども、元はといえばですね、その村上春樹がその最初にその1973年のピンボールというですね、その変わったタイトル の, その2作目の小説で、描いた、無口な無口で電波なですね、双子の美女っていうのが、美少女っていうのがおりまして、で、どっちかというとそれの方が、そこからもう直接ですね、1984に出てくる美少女まではそのまっすぐつながっているように見えるわけですね。だから並行して、似たようなキャラが描かれている、アニメでも描かれ、小説でも、文学でもその似たようなキャラクターが同時並行して描かれているのが不思議だなっていう、そういう話です。キョン君のことですとか、小泉君のことですとか、いろいろあるんですけれども、ちょっとだんだん、時間も煮詰まってきましたので、少し男性キャラはちょっと私の勝手な都合で飛ばしましてですね、朝比奈未来さん、これもですね、目の前に朝比奈未来さんいるんですけど朝比奈未来さんもね、これも非常に変化していくキャラクターでね、でわざと変化しているようにも見えるし、あるいはその成長しているようにも見えるし、で朝比奈未来さんはですね、実はつまり、ありとあらゆるですね、魅力の要素をですね、インプットされた、そういう、これもやっぱり非常に人造的な、人工的な印象の強いキャラクターですね。でなんせ未来から来ましたので、やはりそういうその人格操作的な、これはなんか勘ぐられてるんですよね。キョンをその籠絡するために、来たんだというふうに勘ぐられていることもありますけれども、その朝比奈未来というのは一人の、お嬢さんというよりはいくつかのその人格をこう合体させたような不思議なキャラクターですね。でしかも大人バージョンというそのもう一人の未来の、別 の, じ、成長した朝比奈未来というのも登場しますけれども、しかし、同時には存在できないということになっておりますので、その辺、要するにタイムスリップのですね、そういう時間旅行の、そういう理由付けかもしれないんですが、実際には大人の朝比奈さんとその朝比奈未来ちゃんは別であるっていうことも考えられる。要するに基本的に未来から来てるので何でもありなんですよね。でだから朝比奈未来の場合は本当にありとあらゆる、女の子の魅力をこう合体させて、そしてキョンがあっさりとですね、こう籠絡されているという、そういう感じであります。で、そういうふうなですね、朝比奈未来さんに対応する、キャラクターというのが、村上春樹の作品にもやっぱりその登場しているあたりが、不思議な符号です。小泉君、小泉君ちょっと飛ばしてますけど、さあそれでですね、要するに僕が語りたかったのは、この佐々木なわけですね。で驚愕を、つまり鈴宮春樹の驚愕をお読みでなければちょっと分かんないんですけども、もしよろしければ図書館にもありますので、いっぺん分裂驚愕と、3冊パラパラっとこうね読んでみてほしいと思います。でその辺のことは本にも非常にこう突っ込んで書きましたけれども、この佐々木というですね、登場人物は鈴宮春妃の合わせ鏡のような、キャラクターで、キョン君のですね中学時代の一番親しかった女の子なんですよね。でアニメの中では国木田君がですね、意味ありげな言及をしている
その女の子ですね、つまりキョンは昔からあのおかしな女の子が、変わった女の子が好みだねというあのセリフがありますけれども、その変わった女の子が佐々木です。でその今日、鈴宮春日の分裂の小説の中で、登場しまして、でその鈴宮春日に対抗する、存在として、まあ、最初は登場します。でどういう意味で対抗するかと言いますと、あの鈴宮春日の特徴はですね、神のようなですね、あの万能の力を持っている。で閉鎖空間というのを発生させてですね、あの世界を滅ぼすことも可能だ、作り変えることも可能だみたいなね、万能の、存在として、まあ、登場しますが、この佐々木という女の子も同じことができるということになっております。でこの佐々木が持っている閉鎖空間というのも、あるんですね。で驚愕から分裂から驚愕へずっと話が進みますけれども、要は鈴宮春日、つまりキョン君が鈴宮春日を選ぶのか佐々木を選ぶのかみたいな、そういう、二者択一 の、 その物語になっていくということになります。でまあ、ネタばらしは、まあ、あんまりしませんけれども、谷川流の描いたそのキャラクターの中で、その佐々木というこの女の子は、非常にこうなんていうんですかね、こう 自己否定をする人物です。自己否定というか、まあ具体的に言うと自ら身を引くというね、そういう人物です。で利害関係抜きで、自分を犠牲にするというそういう女の子ですね。でそれはですね、鈴宮春日をはじめとしてですね、長門由紀にしても朝比奈未来にしても利害抜きで、自己犠牲を払うキャラクターというのはシリーズの中には登場していなかったんですね。みんなそれぞれ の、 目的があり思惑があり、それぞれ の、 その、まあ、背負った使命があり、それを追求していくわけですよね。で、まあ、キョン君は、まあ、それがまだよく分かっていないわけですけれども、この、まあ、鶴屋さんもね、鶴屋さんも何かのその事情で動いているわけですよね。いろいろ意味ありげな発言をするわけですけれども、その鶴屋さんは何かこう知っていて、何かの事情でいろいろこう介入するんですよね、というようなキャラクターばっかりなんですが、まあ、ほんでキョン妹はですね、まあ、キョン妹に至っては、まあ、もう完全にまだ自我の塊ですので、あれですよね。で、まあ、そんな風にいろいろ出てくるわけですけども、その佐々木というこのキャラクターはですね、非常にこう理性的で、全てをこう分かっているキャラクターなんですが、それでも、自分を殺して、まあ、つまり自ら身を引くというそういうことができる。で、まあ、そのことによって、何かを救うわけですね。で、まあ、何を救ったかっていうことが、まあ、その鈴宮春日の驚愕の、最後の、まあ、テーマになってくるわけですけれども、まあ、はっきりとは書かれていませんけれども、その佐々木が身を引くことによって何かが救われるわけです。まあ、そのように自己犠牲をこうやる人物っていうのをこう谷川流さんは描きたかったのではないかと思うんですね。でそのちょっとね、また続きがどうなるかわからないんですけれども、その鈴宮春日の驚愕の次の作品にはもう佐々木は登場しないということに一応ね、なっております。まあそのように非常にこう谷川流の描いたキャラクターの中では非常にこう印象的な、同時にその魅力的なキャラクターだなと僕は思っているわけです。さあというふうな感じでですね、いろいろ言っておりましたけれども、ちょっと時間がですね、もう10時に近づいてまいりましたので、Cがもつまり管轄の広場なので、
なんかいろいろ大人の事情があるのか、それとも何も考えられていないのかもしれません。現在ですね、鈴宮春日のねこう記念の時計のはずなんです。で、根元にですね、岩が、いや岩って言ったら悪いけど石があってですね、なんか説明のプレートがですね設置されると最初は聞いてたんです。噂でそう聞いてたんですが、まだプレートは設置されていない。で今作ってるという噂がまあ伝わってきてますので、きっと今作ってるんだろうなと思うんですけど、この時計塔のね経緯を、事情をね鈴宮春日絡みの説明を書いたプレートが設置されるはずなんですが、代わりに設置されたのが時計の根元にご注目ください。なんか看板ありますでしょ。こういうのが設置されてしまいまして、ですねすでに瞑想を始めているような気配がするんですよね。鈴宮春日の時計塔の根元に小行為を禁止する、まあ、立て札が、まあ、立ちました。何を売り買いしてたのか僕はよく知らないんですけれども、何でしょう、公園で何か何か安いもんでも売ってたんでしょうか。で公共の場所にこういう立て札が立つとですね、まあ必ずほぼいろいろこうね何か貼ってありますよね。なんかこういうことになるんですよ。公共の何かそういう立て札には必ず何か誰かがステッカーを貼ったり落書きをしていくというね、世界の法則がありまして、すでになんかステッカー貼ってあったり落書きがちょろっと書いてあったり、ちょっと先行き不安だなと思ってるんですが、ぜひその西宮市がですね早く何とかしてくれたらいいかなと思っておりますが、まあことほどさように鈴宮春日絡みのですねこういう何かモニュメントを建てるとかいうそれだけでもですね随分いろいろ大変なことになっているのを見るとですね、まあ世間で言うところのですね、アニメによる町おこしとかね、クールジャパン戦略とかいうのはですねもうなかなか一筋縄ではいかないんだなというふうにこう思うわけです。まあそこをですね乗り越えて、まあ幸いですね台湾にもですねこう鈴宮春日の詳しい人がだんだん増えてくるであろうと、ね、呉先生もですね今日また鈴宮春日をですね啓蒙する一人になっていただけることと思ってですね、だんだん国際的なですねこう鈴宮春日の人気もまた盛り返していくといいんじゃないかなと思ってるんですが、まあそんな感じで、今日はですね語り、尽くせなかった部分もなんとなくあるような気がしますけど、まあ時間も時間なので、まあ語り、残したところはまあもしこのパート2があるとすればですね、まあ語り尽くすパート2をまた考えていきたいなと思っております。